tbs ラジオ954たまびたまびたまび,玉結び午後一時を回りましたいかがお過ごしでしょうかこんにちはかえたまおですこんにちはピエールたですたさん気温もぐんぐん上がっておりますねはいいいですよ回復して、ね、今日はねもう早朝からだんだんもう温度が上がり,上がり始めて、はい、今日はね、うん、いい野球日和でした <laughs> 毎週毎週、一つ書いて野球をやってまいりまして、2点ビハインドの2回から緊急リリーフ、4回3分の2を2安打無失点で抑え、そしてその後逆転スリーラン打ってきまし、た完璧な打って守ってよしと、えなつかと、そこまで自画自賛ですと俺、えなつかと。 あれ、えなつじゃねえな。ええ。おかしいだろ。えなではないって言ってた。えではないなってことになりますね。先週はなんかあの、もうアキレス腱が痛い、痛いとおっしゃってましたけれども。アキレス腱痛いって言ってましたけ、ど。は。い。なんかあの、失踪した結果。あ、だから三塁打、三塁打からのタッチ、次の打者でタッチアップだったんで、桃がね、桃がもう、なんていうのね、大体筋が。笑っちゃって。もう笑っちゃって、何にも力入んなかったんですよ。 今日はもう塁間分ねあ分、ホームラン打ちましたああなるほど、ゆっくり回れますホームまで駆け抜けるということで、じゃあ、機嫌よく、こちら向かわれたと勝ち投手、勝利打点、いやいいですね、お立ち台ですよ、お立ち台。あそうですね、今日の完全なヒーローであるといそうすね。ですので、勝手にこのラジオの冒頭でヒーローインタビューをさせていただきましたけれども、気持ちよくね、いいでしょう、そのぐらいいいでしょう、滝と。 私もなんか今日向かってくるときね、車で移動してきたんですけれども、まあ、なんか後ろに座ってるとタクシーの、暖かくて、というか暑くて、いや、いいお天気だから暑いわ、もう気温も上がってと思ってましたらね、なんか、暖房がかかってたんです、タクシーの、で、後ろの、私の方の席だけ。で、よくよく考えると、これ、温風じゃないかと思って、すいません、暖房がっていうことを申し上げたところ、あら の方が良かったですかって言われてね、ええでしょ、いやもう、冷房の方が良かったですかとかいうよりも、暖房はもう、全く必要ないですけどっまあでも、タクシーの運転手さんね、こんなんです、ワイシャツ着て、ジャケット着て、業務なさってる方もいますから、乗るとも常にか。ああ、そうか、それでか。あなたはそれでいいですけども、私は。 T シャツなんで、キンキンですよっていう場合もありますかねそういうのでね、逆もありますもんね、そういう意味で。温度調整、そうなんですかね、おいおいと思いましたけれどもね、それ、赤井さんの中でちょっと、めっめちゃうんかと思って。そうだったんですゃう私もおいおいって突っ込みそうになって、いや、ここはちゃんとしとこうと思って、ええ、ええ、ええ、冷房でお願いしますって言ってきましたけれどもね、どうなんです赤井さんは。 近頃は近頃はね、はい、それで来て、そのタクシーで来る時も、ちょっとそういうことがありまして、うん、で玉結びに入ってきたら、玉娘に入ってきたらで,ですよ、うん、橋本プロデューサーがね、うんあのー、赤江さん、以前貸した DVD。 ちゃんと返してくれましたみたいな話をしてきまして、あれ、もう何ヶ月かにちゃんと返してくれ、ま僕にってことですか、僕が貸した DVD が返ってこないんですか、そうそう、改泊してますよねみたいなこと、2本貸したうちの1本は返ってきてるんですけど、もう1本、赤井さん、返してくれましたみたいなこと言われて、ええ、そう言われたら、ここがまた赤いのちょっと気の弱いところで、そう言われたら返しないかもしれないと思い当たらないこともないこともないみたいになって、ごめん、ちょっと帰ってみるわ っていう話をしてたら、あの、オバ・パーマ、改め、シンガポールの IT 課長、橋本に、言われましてね。ああいう IT 関係の業界の人いるよね。そうそうそうでもね、すぐね、またね、それから10分後ぐらいに、あ赤井さん、容疑晴れました。僕、別の人に貸したことを思い出しました。何を借りてたの、ちなみに。えっと、ブルーバレンタインっていうね、ちょっと恋愛ドラマの映画だったんですけども、それと、え 大地区っていう。全然違う。全然違うじゃん。大級畜は解面白かった。大級畜でがもうすごくいっぱいとがあって、何が恋愛もんじゃってなるよね。あれ見ると。そうだからははっきり返した覚えがあったんですけど、あれブルーバレンタイのはどうだったかなと思ってたんですけど、違ったということでね。もういろいろ、もう容疑をかけられやすい赤エですよ。そうでしょうね。はいはい。日頃のね。カリパクしそうな顔してるんじゃないですか。 赤井さんはすぐ忘れちゃうんでしょ、たまちゃんはっていうまあまあいいですけどね、まあでもそんなこともありながらね、機嫌よく暮らしておりますよ、ああ、そうですよ、よかったですね、おかげさまでこれ言わなくていいんですか、このオープニングトークで、もうこれ言えっていう原稿が入ってますけど、これを完全無視して、我々番組を進行しておりますけども、言っときましょうかね、今ね、玉結びパブリックリスニングキャンペーンということで、ものはいようですなはいワールドカップがもう本当に近づいている。いつから え、6月の13日。13日<か>。えー、そうなんだ。 ですよ、うん、もうブラジルの方もね、なんかいろいろと大丈夫なのかっていうぐらい盛り上がってますけれども、うんまあね、なんか暴動も来たりして、そうですね、うん、また宿舎ができてねみたいな感じで <laughs>、ね、大丈夫なんでしょう、はい、まあでもあの、そのワールドカップ直前ということで、うん、日本代表、まあ、パブリックビューイングで応援するなんてことがもう浸透しておりますが、うん、玉結びもぜひパブリックリスニングして応援してほしいという企画になっておりますみんなで聞いておくれよと。 はい。はい、で、キャンペーン期間が今週から6月いっぱいということで、うん、期間中にメッセージを送ってくださった方の中から、うん、毎日抽選で11名様に、玉結びの短冊型オリジナルポスターをプレゼントいたします。ね、急遽作りました。いや、これさ、今日、あのー、こう TBS やってきまして、はい、で、このスタジオがあるフロアのエレベーターチーンって開いたら、うん、あれなんか見慣れポスターがあるなと思って、うん、この短冊型のやつね。うんうん で赤井さんと小林さんがのバージョンで2枚あって貼ってあって、たまちゃんのやつもあったよたまさんのねスナックのね焼酎を作ったことで、たまさんがそのポスターを作られたんですよ、お店に貼るのにちょうどいいような、それを見て、われわれもああいうの作ろうていうことになって、のりました、星なって え玉ちゃんが作ったポスターに番組ごと乗っかって番組のオリジナルにしてばらまこうっていう作戦ですか、うん、いやいやいや違う玉さんとはまたちょっと違いますけど、うん、あの新たにああいう感じでテイストで作ろうってここに書いてある原稿にも書いてありますけども、はい、玉結びの短冊型オリジナルポスターをプレゼントって。 プレゼントなんて、そんな上から高飛車に言える番組ですか、これ本当にいや、マジでプレゼントってなんだよっていうね、いやいや、こんな企型の玉結び流してますっていうね、そういばこの店で玉結びが流れてますよっていうね、まあ宣伝のポスターですわ、頭を下げてお願いするのが好きでしょ、皆さん貼ってくださいと、どうか貼ってください、どうかチャンネルを玉結びに合わせてください、TBS ラジオにっていう、何がプレゼントだよと。 11名様にてもったいつけやがってっていう。毎日毎日。そんなもんかと。まちまプレゼントいたしますちょっと数字取ったらね。すぐ高岸さんになったらいけないですって。そういけないですね。確かにね。本当に。すぐに引きずり出ちゃいますよ。確かにね。本当に。でもここにね、あのパートナーの方の写真ありますけれどもさ、あの、滝さんの写真、なんか違うね。一人だけテイストが。まあ、一人だけ芸人じゃないからじゃないですか、多分。え、なんか、滝さんのだけなんかこう、陰影があって、なんかこう、ダークな感じになってますよ。 そうですか。はい、うん、これいつの写真？ いつかな九十九十じゃねえわ二千九年ぐらいの頃から使ってるよね。<laughs> 皆さんねパートナーの方はそれぞれのあの潜在写真っていうんですか。うん、そういうのを使わさせていただいておりますので。はい、それぞれにちょっと違う感じにはなっておりますけれどもね。うん、ちょっとね赤いのあれがねちょっと粉がね、うん、吹きすぎてるっていう説もありましてね。ね <laughs> これちょっと理由があったんです。なんですどういう理由です。これねこのまあ急遽作ろうと。はい、まあだから結構玉結びという番組は、うん、まあ皆さんもお分かりかと思いますが結構思いつきで動い 僕はているところがある番組なので、うん、タマさんのポスターを見て、うん、我らも我らもって作って、うん、で、6月からやろうってことになって、うん、先週にどうしてももう撮影します、うん、って、またハシピーに言われたんです、はい、でも先週、ちょっとね、私ね、あのアトピーが出ておりましてね、うん、ちょっとドアップの撮影は、みたいな感じで、1日か2日遅らしてもらえないかみたいな話をしてたところ、うん、いやいや、もうそんな日がないと。 うまいこと承知しますからって言われて、うん、お前のお肌の状態なんか関係ないねと、絶 <laughs> 不調であろうがなんであろうが、今しか取れねえんだよみたいなこと言われましてね、まあまあ、じゃあいいかと思って、うん、でもあの朝の化粧の上に、さらにもう一回のプロに化粧してもらった結果、うんうん、粉吹いとるでっていう状態になってしまいましたけれども、うん、まあまあ、いいですわね、ポスターですから。<laughs> 粉吹いてる状態でも、もう、その人、プロ失格じゃないですか、だって。 もうできちゃったからね、ポスターになったときに、見てくれがよくなるようにプロに頼んでるのに、お前、何粉足してんだよって話でしょ、トッピングかってことでしょ、われがれ、確かに粉吹いてるの、みんなになんか、ちょっと赤井さん、きな粉餅みたいになってるとか、いろいろ言われたりして、小林さんは、そうですね、小林さんはまださすが、20代、お肌だけあって、これね、本当にね、粉なしてますけど、これもなんです、この短冊型ポスター 要は皆さんにもらっていただいて、宣伝してくださいってことに、ですご自宅で貼っていただくもよし、そうですね、お店をされてるという方は、お店に思い切って貼ってくださるもよし、そっと机の引き出しにしまっておくもよし、もうどんな使い方でも結構でございます。そそうううううかかこの感じねどでししょ玉結び流ててますっい 流さないといけないですもんね。だからお昼やにやってるお店、限定でしょ。ってそれとか、あの、お店の仕込みで聞いてくださってる方とかも多いですしね。<laughs> そうです、そうですけどね。うん、はい。でもよ、お昼やってるお店とかで、こう流だってパブリック、うん、リスニングでしょそうそうそう。みんなで聞くんでしょ、うん、お店の仕込み、パブリックからあります <laughs> <laughs> まあまあ、見切り発車するからそうなっていっちゃうでしょ、いろいろ辻褄が合わないと打ち上げたこのタイトルのパブリックリスニングキャンペーンってやつと、その、ええ <laughs>、いいですよ、昼間の仕込みで聞いてくれればっていうのとは、だって大体ラジオって、そんなに、ね、大勢で、みんなでわいわい聞いてるもんじゃなかったりしますもんね。 あの、商店街のね、ところで、ほら、スピーカーで流れてたりする。ね、こう、アーケードになってて、商店街でなんかこう、ね、ラジオ流れてたりってとこもあるでしょうし、昼のキャフェとかでも、キャフェ昼のキャフェとかでも、ラジオでね、この1時から3時半までは玉結び流しますでもいいですし、キャフェに合うかなもうそこはいいじゃない、別に。<laughs> <laughs> カフェに合わせてもらって。カフェガソリンスタンドはどうあ、ガソリンスタンドいいと思います。ガソリンスタンドとかありね。ガソリンスタンドなんか合いそうな気がする。そうでしょこのポスターも。込みで。<laughs> どういう職種の分類を私はしているですかでしょ,うかでしょガソリンスタンド、はい、まあお蕎麦屋さんね。はいはいはい。あとね、漫画家さんのね、結構ね、うん,うん。とこで聞いてくださってる、ね。だからパブリックリスニングだっつってるじゃん。<laughs> ダメなのそれはやっぱこのお店とかでさ、はい、そのねあのー、いろんな人の目につくところにこれを、うんあのー、お願いするっていうのが、うん、筋じゃないですかふーんって他人事か <laughs> <laughs> あんたのあんたの名前がついた番組の話をしている今 <laughs> ピエール滝は100歩譲って、どうしたもんですかね、もう結構作っちゃったからね、これね。だから作ったのはもちろんいいですし、これをだからね、そういうちょっとお店とか、まあね、八百屋さん、魚屋さんとかでもいいですし、いや、私も個人的にあの知り合いのねお店に貼ってもらおうかななんて思ったりもしてるんですよ、居酒屋さんとかに。それは思ってますよ。 居酒屋さんね、夕方、うん、ああ、まあまあ、そうかもしんないです、ね、だってお昼、カフェの知り合いはいないしね、キャ,フェキャフェは。<laughs> <laughs> <laughs> キャフェでもでも流してもいいかもしれないですよ、ね、本当に。うあとお昼にみんながいるようなとこ、うん、お昼にみんながいるようなとこ、うん あ大学の学食、社食、社食学食いいじゃないですか公民館囲碁クラブ公民館何 <laughs> です公民館お昼だと囲碁クラブあるかもしれない児童館みたいな児童、ね、館じゃ流してくんねえかちょっとねあそうだな<ー>なんだねその辺のやつでうん、うん、いいようちだったら貼ってあげてもいいよっていう、うん 人にし上げるのがいいで送った結果、ここに貼りましたみたいなのが、もしね、うん、可能であればね、うん、送っていただけると嬉しいです、ね、まあもし個人の方にね、まあ、これ、うんえー、抽選ですもんね、個人の方にもし当たった場合は、うんあの、ほら、家の窓から外に向けてこう。<laughs> <laughs> それ、おすすめできないわ <laughs> こ,この家はこの時間帯、頼むすびを流してますよって、それはさすがに私、おを当人ですけど、ちょっとおすすめできないそうですよく、でもよくさ、あのうん、住宅街歩いてるとさ、はい、出窓になってるさ、三角コーナーみたいなところをさ。 明らかに道行く人に向けてさ、レイアウトディスプレイをしている、飾り付けの。ありますね、ぬいぐるみとかも。そうそう、ぬいぐるみとか。本来だったら室内を向けるべきっものを、外向いて、道行く人に楽しんでもらおうって感じでやってるお家とかあるじゃないですか。そういうとこでこれ流して、これ貼ってもらえばいいってことでしょ。あとね、床屋さんね。あ、床屋さんとかいいんじゃないですか。ね、AM かってる。 印象あるでしょう。うんうんうん。いや、だから、あの、今、抽選でプレゼントしてますけれども、もう、ぜひに欲しいという方は、特に、ぜひというふうに書いていただけるとね、ちょっと優先的にそちらに、そうはあるでしょう。送りできるかもしれませんね。ねうん。だから、その辺を、ちょっと皆さんね、あの、うちは店やってるよ、ぜひだよって言ったら、ぜひって書いておいてください。ということで、さあ、それでは今日の1曲目参りましょう。今日の1曲目は、 矢野明子、在関東少年。玉結び。今日の一曲目は、矢野明子、在関東少年でした。TBS ラジオ赤い玉を玉結び。それでは今日のラインナップです。 1>, 1時35分頃からモーニングバード、黙人のコーナー、アフタヌーンバード、本家では扱わないようなニュースや話題をご紹介いたします。そして2時からは、ピエール滝のハガキで悩み相談。ハガキや風書で寄せられましたリスナーさんからの相談を滝さんがズバッと解決です。はい。そして3時からは、面白い大人、町山智博さん一押し、アメリカ人の翻訳家、マット・アルトさんがゲストです。うんえー、日本の漫画やアニメをこよなく愛し、ドラえもんの英訳も担当されたという、 すいう方ですね,ねこの角度の方でしか見えないものってあるでしょうかね。あるでしょうね,ね<え>、うん。いろいろ伺いましょう。うん、そして今日も皆さんからのメッセージ募集いたします。テーマ発表をたくさんお願いします。はい、本日はこちらでございます。見切り発車の行く末。うん。ねえ、うん、本当にね。ね<え>キャンペーン自体を見切り発車する <laughs> <laughs> もうね、だから今週、ずっと発注しちゃってますからね、そうでしょって、もう今、もうッショガん、がっガょん、がっしょん、がっしょんっていって、すってるところか、リスナーさんに送ってる、あ送っちゃってんだ、こんなに足元のね、ふらふらしたキャンペーンないですよ、本当に、そうですね、はいあの僕一応ね、この番組身内の人間ですけど身内の人間からディスられるっていう、お願いしますよ。 まあでもね、見切り発車ね、例えば予定も立てずに旅行、旅先にね、旅行に出かけちゃった、でも結果すげえ良かったってこともありますから、これをね、もしかしたらこの玉結びのラジオのパブリックリスニングキャンペーンも、見切り発車はしたけど、結果良かったねって話になったりすることもあるでしょうそうですよ、なんかそれこそね、海外の行く船の中に貼ってあったりなんてことがあるかもしれませどういうことですか、話が飛躍してついていけない。 飛躍しすぎてて、ついていけない、海外に行く船の中に、パナマ船籍とかの船員さんが聞いてくださってるっていうこともあるじゃないですか、ラジオとか結構ね、限られた場所にいらっしゃる方なんで、そういうところでこのポスター見ると、ちょっとうるっときそうじゃないですあどうです、自衛隊の潜水艦の方、潜水艦の艦内にこれあって。 ねえ。面白かったですね。何何どうだった面白かったですか<白> <laughs> じゃあ今日は解散ですか <laughs> <laughs> いやいや。えー、ということで、今日のメッセージテーマは、見切り発車の行く末でお待ちしています。ねえ、本当に。まあ、この番組違い見切り発車みたいなもんですからね。そ <laughs> ですね。はい、えー、メールは、たま 954-tbs.co.jp です。えー、ファックスは、ごめんな <laughs> どこがツボなのどこいや、もうなんかね、潜水艦の中に貼られてるえ <laughs> <あ>映像がもう、浮かんじゃって。<laughs> ああ、おかしいおかしい。<ー>あすいません。んファックスは、0355620954。0, 0 3 5 5 6 2 0 4です、うんえー、メッセージ紹介させていただいたべての方にたくさんやってやって <laughs> の方にたま、はいえー、結びステッカーを差し上げます小さくなりまして、はい、木曜日は、えー、黄色でございます5枚、はいえー、集めると T シャツに変換可能です交換可能ということでございますよ、はい、そしてパブリックリスニングキャンペーン中ということで、うんえー、散々申し上げましたが毎日11名様に短冊型のこのオリジナルポスターをプレゼントしております、うん TBS ラジオ赤い玉を玉結び午後3時半までお付き合いください。玉結び